新仮面ライダーとファミリーマートによるキャンペーンが始まるぞ、イエーイ。ということでダストチャンネルのダストです。さあとうとう、来年の3月だったっけ、新仮面ライダーが、公開が迫ってきてるわけですけれども、それに向けてファミリーマートがね、どうやら新仮面ライダーと、コラボレーションしたよ、コラボレーションっていうのかな、キャンペーンが始まるという情報が出てきたので早速見ていきましょうということでね、これ、ファミリーマートのホームページなんだけれども、かっこいいね、新始動ということで、新仮面ライダーのね、仮面ライダーがこう横向きでイラストでね、ドーンと書いてありますね。かっこいい、このベルト早く見たい、このベルト見たい。あ、新仮面ライダー2023年3月公開ということでね、あと4ヶ月ぐらいか、楽しみだね。お、最速予約販売開始って書いてあるんだけれども、これはなんだ？数量限定で新仮面ライダーの、ファミリーマートオリジナルグッズ付きムビチケカードが発売されるようですね。で、内容がムビチケカード、この、この、あ、これだね、フロント、トップにあるこのイラストと、このタオルが、付いてくるというもので、料金がなんと税込み3780円でございます。高いのか安いのかこれはマフラーをいくらと取ればいいんだ。うちの近くの、映画館が1900円だったかな、大人が。で、一般の大人がまあ1900円だから、いくら2000円弱、1800円ぐらいか。タオルが1800円ぐらいとして捉えればどうなんだろう。ただこのタオルの形、このマフラーっぽい形を取ってるから、ちょっと長細いんだろうね、こうね、長いんだけど幅が細いっていう、タオルだから、実際どうなんだろうね、これ使いやすいんだろうか。あんまりね、僕この形使いやすいと思ったことがないんだけれども、まあ記念品だからね、まあ使うのもまあ一つだし飾るのも一つということでしょう。で、まあイラストをちょっとアップできるかな、こんな感じで、こんな感じか、これぐらいかって感じで、まあ、マフラーをイメージした形で、左側にはな斜め、前を向いている仮面ライダーと、右側にはね、このトップページにあるイラストがデザインされています。このね、右側の横顔はよく見るよね。仮面ライダーショップでもね、これの中、スマホケースか、 iPhone ケースだったかなんかあったんだけど、すごい欲しかったんだけど、その時僕 iPhone じゃなかったから泣く泣く諦めたんだけどね、これがすごい僕の好きなイラストですね。ということで、2023年1月20日金曜日23時59分までファミペイウェブ予約で予約受付中ということで、まだやってるよね、これ動画にしてるけど、まだやってるかな。ちょっとわかんないけどね、もう今やってるってことだよね、ウェブ予約はこちらということで、ちょっとアップしすぎたね、ちょっと引きましょう、こんな感じかな。で、新始動記念ツイッターキャンペーン実施中ということで、これなんだろう、抽選で5名様にオリジナルクオカード1万円分が当たるということでね、このさっきのムビチケカードのイラストの、クオカードがもらえるというキャンペーンですね。はい、で、大体まあこんなところか、この1種類しかないんだね、今回はね。で、こんなもんキャンペーン一覧へ戻る。あ、これぐらいか。って感じ。確かさ、でも、あの、一番くじもね、なんか、始まったっていうのを見たんだけど、ちょっと待ってね。あったあった、ここだね、ここに書いてあった。2023年3月には、一番くじ、新仮面ライダーのファミリーマートでの発売が決定しております。ということでね、かっこいいフィギュアがドーンと、載っておりますね。これ以外のラインナップは、ここでは紹介されてないのか？なさそうだね。確かね、これ他のページで見た記憶があるんだよね。あ、ここにあった。僕がよく見る電ホビなんだけれども。一番くじ新仮面ライダーラインナップが一部公開ということで、A 賞のソフビックスや B 賞のデフォルメックスだったっけ？など、商品写真が明らかにということで、早速見ていきましょう。まず A 賞、ソフビックス仮面ライダー全一種。わおー、かっこいいんじゃない？この新仮面ライダーってさ、ちょっとこの広告邪魔。このマントがすごいかっこいいよね。これね。ちょっと見えづらいな。こうだね。これかっこいいよね。あの、
フィギュアーツもさ、まあ、マント着てるんだけど、どうしてもあの人形用のミニチュアサイズで、あのコートを作るから、ステッチとかあの縫い目部分とか結構大きく見えちゃうんだよね。だからなんか本当にあの、お人形さん用の服っていうような感じがすごいあったんだけど、これはもう全然スケール感があってめちゃくちゃかっこいいね。うわいいな。このさ、新仮面ライダーって何が特徴的かって、このコートもそうなんだけど、後ろから出てるこの髪、ロン毛のこの襟足が特徴的だけど、これもすごいかっこいいよね。いやーこれ欲しい。続いてデフォルメックス新仮面ライダー全6種ということで、おー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 、この2種類が今あると。あ、仮面ライダー2号がいるじゃん。あ、1号と2号が出るんだ。ベルトも違う。これ発売しないかな。出てほしいけど、出るとしたらなんだろう、一般発売はないんだろうか。やっぱりプレ版の CSM とかかな。 CSM ちょっと高すぎるんだよねこの間のブラックさんのベルトも4万4000円でしょ。もう買ったけどめっちゃ欲しかったから。でもちょっと最近度がすぎるぐらいに高いから、そろそろデラックス版でさ、この辺出してほしいんだよね。これめっちゃ欲しいわ。あとはビジュアルシート全8種の B4 サイズということでね、この辺がビジュアルシートが出ると。あとキャンバスボード約11センチということで全8種類、ラバーコースター全10種の8センチ。おお、これかっこいいね。いいねいいねって感じかな。1回800円だそうです。種類が全5頭、5等級33種プラスラストワン賞ということだね。2023年3月下旬発売予定ということですね。まあ随時ね、多分商品ラインナップとかはされてくると思うんだけど、いや楽しみですねこれは。はい、ということで本日はファミリーマートと、新仮面ライダーのキャンペーンが始まるよという動画でした。みんなどうするこれ道場の3780円、このマフラー欲しいんだけど、あともうこのムビチケもねかっこいいよね。これファミリーマートオリジナルなのかな、どうなんだろうね。お渡しは2023年2月1日の、午前7時からだそうですね。まあくまでも予定だそうです。で、数量限定のためなくなり次第終了となりますっていうことですね。ふむふむ、さあみんなよく考えようかまあどうなんだろうね。最近こういうさ、景品付きのムビチケって、まあ一昔前はすごいあの売れてね、争奪戦っていうイメージがあったけど、今はそんなこともないようなイメージがあるから、まあゆっくり買えるのかなとは思うんだけど、ただね、あの SH フィギュアーツの売れ行きを見るとかなり人気っぽいからね、まあちょっと考えて、まああんまゆっくり考えてられないかもしれないけどね。ということで、関連、URL は、概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方そちらからご覧ください。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。